もうすぐ6時になるので、カクテルタイムでもいただこうと思います。アルコール、ソフトドリンクもこんな感じで揃っています。冷菜はこちらで取ります。かなり美味しそうです。まずはエビと小麦のサラダ、冷菜の盛り合わせです。そしてスパークリングワイン。それではいただきます。まずはスパークリングワイン、喉越しがいいです。そしてゆっくりと冷菜を食べていきます。お酒と合い、至福の喜びを感じます。エビはプリプリで、小麦は味付けがよく美味しいです。トークを食べているうちに食べ終わり、第2ラウンドへと続きます。今度は温菜、アフタヌーンティーの時と同様、ここで取りに行きます。結構並んでましたよ。はい、ありがとうございます。パストラミのサラダと温菜のプレートです。パストラミのサラダから。
塩加減がいいです。喉越しが良かったのでスパークリングワインをおかわり。これ肉じゃなくてマグロなんです。またワイン。貧乏症でもっと食べたかったけど、お腹が十分になったのでこれぐらいにしました。最後はビールでもと、これで50分ほど楽しませてもらいました。ご視聴ありがとうございました。